さっさとエンディングに向かって突き進もうよ、これ。あのマーダラさんが。そうです、だから魔女裁判には何か秘密があると思ったんです。気づいてくれたんだね、あの家系装置の秘密に。なるほど、君のことだし、自分が家系にされるまで気づかないかと思ってたよ。ん？なるほど、君結構鈍感扱いなんですかね。とにかくそんなわけでここまで来ることができたんです。それでレイトン教授が出会った大魔女というのは、未だ謎多き存在です。ですが我々をある場所に導こうとしているのは確かです。それがストーリーテラー氏の物語の秘密が隠された始まりの場所。すぐ目の前にあるのかな？始まりの場所、そこに父の物語の秘密が？やはり何もご存知ありませんか？はい、このような遺跡も初めて見たものですから、そこに行けば全て明らかになるかもしれないのですね。ラビリンスシティの謎も、大魔女ベーゼラについても。大魔女の話が本当ならそのはずです。魔法姉ちゃんが、大魔女ベーゼラだったりするんですかね。それを知ってしまうことで何かが変わってしまうような、そんな気がしてしまうんです。だってこの街の秘密を暴くのですから。父が隠してきた秘密を。まあストーリーテラーはそろそろこの秘密を終わらせようとしてるけどね。どういう方法を持ってか知らないけど。以前の私なら怖くなってしまってこれ以上進めなかったのかもしれません。でも大丈夫です。今は全てを知る覚悟があります。真実から目を背けて生きる。それは正しいことじゃないって。皆さんと過ごしてそれがやっとわかったんです。だから私も一緒に住みたいんです。よーし、張り切っていこうよ、魔法姉ちゃん。さあ、いよいよ扉オープンの時間ですね。おそらく正面にあるあの大扉、その先が最深部につながっているはずです。そうですか、それなら早速調べましょう、先生。あ、そうしよう、ルーク。それにしても随分張り切っているね。怖がりやがったくせに、ルーク君。再開した途端、謎解きなんて、やっぱりレイトン教授ですね。あ、そこの大扉を開くために謎を解く感じですかね。解いてやります、どんな謎でも。ノーヒントで、サクッとね、まるっと素早く正確に解いちゃうぞ。ここに鍵穴があるみたいですよ。でも僕たち鍵なんて持ってませんよ。ふふふ、迷いちゃんを舐めたらダメだよ。ほら、さっき教授とあっちの部屋で拾ったんだよ。やはりこの扉を開く鍵で間違いなかったようですね。じゃあじゃあ失礼して、私が開けてみるからみんな見ててね。えい、やっとつって、何よこれ、使えないじゃない。もしかして偽物？普通そこは他の扉の鍵という発想になるのが一般的だと思うけどね。いえ、まだそう決めるの早いでしょう。よく見てください。どうやらこの鍵謎になっているようです。鍵自体に謎が込められてる感じ。さすがに簡単には先へと進ませてくれないようですね。とりあえず、謎ということであれば、レイトン教授の出番ですね。ここ古代遺跡ですしね。いいえ、ミスター、なるほど。どうやらこの謎は、あなた向きのものに思えますね。お？なんで？これには、あなたの発想力が必要です。大丈夫ですよ。あなたはこれまでいくつもの謎を見てきたはず。今のあなたなら、どんな謎が現れようとも解明していけるでしょう。何を根拠にそう言ってるのか全くわからないけど。なんだか無償にやってみようという気分になってきます。お！お？何それ？なんだなんだなんだ、初の今の演出じゃない？謎57、封印の鍵。この謎のひらめき数は50ピカラットです。下画面優先に切り替えましょうか。大きな扉の中央に鍵穴が見える。鍵で鍵穴を埋めるとき、扉は開くと書かれているが、迷いが試したときには鍵を差し込んでも反応がなかったらしい。差し込み方が違うだろうか。まずはいろいろな角度から鍵を差してみよう。はーい。鍵をタッチしたままスライドして中央の鍵穴の部分まで動かすと鍵を差し込むことができます。鍵は回転させることもできます。ん？しかし普通に鍵を差し込むだけではこの謎を解くことができないかもしれません。新たな手がかりを探すため、まずは鍵をいろいろと操作しましょう。謎解き開始。これは下画面が優先かな？触ります。これさ、逆にだよ。逆に、この鍵の持ち手部分を入れるんじゃねえの？全然反応がありませんね。
うん、どっちの向きにしても鍵がしっかり差し込めませんよ。途中で引っかかっちゃいます。あ、これ上画面に今出てるからね。迷いさんの言う通り、普通に鍵を差すだけじゃダメなんですね。これがこの扉の謎。ふふふ、そういう時こそ発想を逆転させるんだよ。鍵をぐるっと回して逆に持つところから差し込む、そういう引っ掛けと見たね。なるほど、持ちてやってみましょう。持つところから差すんですね。それ最初にエレンさんちゃんと分かったつもりなんですけどね、一回この下りを見ないとやらせてくれない感じなのかな。違う、あれやっぱりダメみたいです。普通に刺しても反対から刺してもどっちもダメみたいです。でも差し込む以外にこの鍵で鍵穴を埋める方法なんてあるんでしょうか。一番最後にレイトン先生が大ヒントをくれて、ここは突破する感じですかね。ふむ、どうやら発想の転換が必要ですね。鍵で鍵穴を埋めようという言葉をもう一度考えてみるのが良さそうです。そもそもこの問題、なんだか問題自体に問題を感じるんだよな。お、問題に文句をつけるあたり、こんなところでも悲しい弁護士根性丸出しだね、なるほどくん。いやいや、とにかくここはいつもの僕たちのやり方でやってみようか。ん？この鍵を、え？ちょっと待って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 、どういうことどういうこと？何この下画面の右下 A ボタン、待ったって書いてあるよ。待った！は？は？まずは言ってみたけど、問題はここからどうするか、やさっぱり考えていないんだよな。ミスター、なるほど、何か気になる点が？そうですね。なんというか、僕たちはこの謎について何か思い込みをしていて、そのせいでこの謎に隠された本当の謎を見落としている、そんな気がしているんです。さすがはミスター、なるほどですね。では、ここでその思い込みを整理してみましょうか。その中に、この謎を解く本当の鍵があるかもしれないわけですね。それはもしかすると？お？なんだ？なんだ？てか、これ斬新やね。この謎解きのパターン、このくだり。今までのレイトン教授シリーズにはないパターンですよ、これ。A、使うのはこの鍵であること。B、この扉に穴があるということ。C、鍵を差し込むということ。鍵は使うの間違いなさそうじゃん。で、この扉かどうかっていうのが問題なんじゃないんですかね。意義あり！意義あり！謎解き中にこの演出はあれですね。さすがレイトン教授パスとす逆転裁判なんだろうな。いえ、この鍵を使うことは条件ではっきり示されています。残念です。ミスター、なるほど。あの、穴ありますよね。はっきり、くっきりと穴がなかったら何もできませんよ。謎解きって他人の間違いに妙に厳しいよな。なるほどね。残念。あれ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 、ひらめき指数減っちゃったんですけど。このまま再挑戦。はぁ、そうか。要はこの謎解きは三択の問題っていう話なのね。はい、鍵を差し込むということ。意義あり！意義あり！どう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 、これ、この鍵の形なんか面白いね。これ組み替えるのかな、なんか。鍵は差し込むものである。その思い込みこそがこの謎の本当の謎を解く鍵なのです。この鍵をよく見てください。何か切れ目のようなものが見えませんか？この鍵の本来の形はこれだ！このどうしようもなくバラバラな感じ、教授にはおなじみのあれなんじゃないですか？む、これは組み合わせパズルですね。決まった形のパーツで全ての敷地を埋めるという。埋める。あ、なるほどさん。この扉の小さな穴の外にある大きな穴は？そう、このバラバラのピースをうまく使えば、この鍵穴はぴったりと埋まると思うんです。謎を逆転！なんだこれ？なんだこの演出は？すげえ。すげえぞ。斬新。この鍵は差し込んで使うものではなかったんだ。バラバラに分解した鍵は、鍵穴の枠をぴったりと埋めることができそうだ。これが鍵で鍵穴を埋めるという謎に対する答えだ。ほー。ほー。これはいいね。いい謎だね。隠されていた本当の回答方法が明らかになりました。下画面の移動させたい鍵をタッチしたままスライドすると鍵を動かせます。また、鍵の端をタッチしてスライドさせると鍵を左右に回転させることができます。鍵同士が重ならないように、枠の中を鍵で全て埋めましょう。いつものレイトン教授シリーズの謎解きですね。これは。さあ、やるよ！やるよ！大変お待たせいたしました。
いや、あるよ。回転、回転、回転、回転。まあ、ちょっと時間かかるかな。難しそうだしね。どうするのかな。どうするのかな。はあ、さっぱりさっぱり。これってでも、なんか違う気がするな。なんか違う気がするんですよね。まあ、そんなに難しくはないと思うんですけども、思うんですけども、難しくない。はい。裁判長。いえ。この謎は矛盾している。意味がわかんないけどね。この答えに意義なし。裁判長いませんけど。正解、バラバラになった鍵で鍵穴をきっちりと埋めることができた。これで遺跡の大扉が開いた。この先も新たなる謎の予感だ。この謎は新しかったね。いいよ、いいよ。いいよ、なんか。逆転裁判とコラボしてるって感じがする。いいね。おー、なるほどくん、すごい。鍵が別の形になったよ。確かにこれなら発想の逆転が得意ななるほどさん向けですね。なるほどね。それを見越してちゃんとレイトン先生はなるほどくんにお任せしたと。なるほどさんのおかげで扉が開きましたね。いやー、こんなところで役に立てると思わなかったな。ありがとうございます、ミスターなるほど。その妙な迫力のある発想力、なかなか身につくものではありません。やはりこの街の秘密を探っていくにはお互いの力を合わせる必要がありますね。ええ、レイトン教授、なんだかこうして協力するのも随分久しぶりですね。そうだね、随分前の話だよね。黄金像裁判の前までか、二人で協力してたの。あれもバラバラに行動してたからな。そうですね、何しろしばらく私は黄金になっていたものですから。でも、事件解決したのは教授の黄金の腕のおかげだよね。あ、確かにそうだね。ただ、あの時、あの質屋からあれを買い戻すの結構大変だったんだよな。ん?どういうこと?買い戻したの?強制で、あれじゃないの、変換させたんじゃないの。私の腕が質屋?詳しく聞かせていただけますか?いえいえ、とにかく先へ進みましょう。さあ、始まりの部屋に、なんだここは?光り始めたんだけど。石像に炎が、これはまた凝った仕掛けが作られているようですね。ねえ、見て見て、ルックン、マホネちゃん。この植物なんだかピカピカ光ってるよ。これはきっと光苔ですよ、迷いさん。光苔は暗闇で光る植物ですけど、自分で光ってるわけじゃないんです。わずかな光を反射することで、こうやって不思議な色合いを放つんです。まあそうなんですね。お詳しいんですね、ルークさんって。もちろんです。だって僕は先生の一番弟子ですからね。ねえ、見て見て、この光ゴケ。指につけても光ったままだよ。迷いちゃん遮ったな、ルークくんの発言を。ルークくん、せっかくだから全身にゴケつけてみようよ。レイトン教授みたいにピカピカになれるかも。黄金像みたいにね。迷いちゃんじゃない、魔法理ちゃん、楽しそうだね。ですが、沈んだ顔をしているより、笑っている方が良いと思いますよ。確かにそうですね。合流できて嬉しいんだろうな。ひとまず我々だけでこの辺り何かないか調査してみましょう。まあ、それは古代遺跡がね、あの大部屋と、その、もう、なんだろう、始まりの部屋だけで終わりとは思わなかったけど。調べる、コイン探しタイムの時間です。3枚。あと2枚。コインゲーですからね。コインゲーです。あと1枚。まあ簡単。こんな簡単だったっけ?コイン探しって。はい、奥行こう、奥。奥行くよ。暗闇の向こうは全く見えません。あ、これ、なんもねえな、これ。この向こうに始まりの場所があることは間違いなさそうだ。試練を突破すればこの先に進めるようになるんでしょうか。さすがに5人全員が発言するわけじゃないんだね。これ怪しいね。あ、違う。なんもない感じこれ。教授、この石板何かの文字が刻まれてるみたいですけど。
これはどうやら古代の文字のようですね。困りましたね。そんな文字読めるわけじゃないですよ。ミスター、なるほど。私の職業は覚えていらっしゃいますか？あ、そうか。確か、考古学の教授でしたね。まさか読めるんですか？断言できませんが、解読できるかもしれません。少し時間をもらえますか？読めるんですか？ここラベリンスシティで全然別世界だと思うんだけどな。すごいな、考古学者。あれ、なるほどくんと教授、何をやってるんですか？なんで迷いちゃんがなるほどくんに対して若干敬語なのかよくわかんないけど、ここにある石板に古代の文字が書かれてるみたいなんだ。今それを教授が解読してるんだ。うるさくしちゃダメだよ。へえ、さすが学者さんって感じだね。ところで魔法姉さんとルークくんは？ああ、向こうで全身の光ゴケを洗い流してるみたい。全身？つけたの？ほどほどにしておきなよ、迷いちゃん。お待たせしました。解読できましたよ。さすがレイトンさん。おー、すごい。で、なんて書いてあるんですか？魔法の手がかりかな？レイジュラさんの正体もいいな。いえ、残念ながらこの石板は、警告文のようですね。なんだって？ああ、ここにはこう書かれているようだ。最悪の扉を開こうとする者たちよ。この先に進んではならない。我々が残したのは恐ろしき記憶と悪夢を呼び覚ますもの。扉が開かれ、再びかの音色が響き渡るとき、最悪は再び目の前に現れるだろう。何人たりとも近づけぬために三つの封印を施した。第一に激流の封印。第二に奈落の封印。第三に知識の封印。封印を破ることなかれ。警告を胸に留めよ。まだまだあるじゃん、謎三つマンの後。マジ？恐ろしき記憶と悪夢。もしかしてこれって、ベージュラさんのことじゃないかな？始まりの場所に行ったら、本物の大魔女が現れるとか？確かにこれだけを読むと、その可能性も高いように思えます。でも、ベージュラは今も魔女を生み出して街の人たちを苦しめているんですよ。この文章ですと、まるでベージュラが封印されていたように思います。昔誰かがその封印を解いてしまったのかもしれないね。だから大魔女ベージュラがこの街に現れたとか。どうしようかみんな。進まないわけにいかないでしょ。何言ってんの、オタクら。悩んでる場合じゃないでしょ。行きましょう。開口一番は魔法姉ちゃんでしたか。私たち決めたではないですか。真実を探そうと。それならばここで引き返すなんてできないと思います。そうですね、魔法姉さん。あなたの言う通りです。ここで戻るわけにはいかない。この先には危険があるかもしれないが、今真実を突き止めなければもう機会は訪れなくなってしまう。セリフ長いな、これ5人揃ってると。そうですね、更新までもうほとんど時間がありません。ここで決定的な手がかりをつかまないと。もし誰かがベージュラを復活させていたのだとしたら、それも突き止めないと。そうと決まったら気を引き締めていこうよ。はい、行きましょう皆さん。まず一つ目は激流の封印。きっと目の前にある川のことでしょう。何か手がかりがあるはずです。すでに封印を解いた人がいるんだったら、その三つの封印も解かれてるんじゃないの？なんでまた封印復活してるんですか？プン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 ですよ、ちょっと。まあ、封印解かれてたらね、ゲームになりませんからね。あ、水の下で光ってるところ、あれってもしかして足場なのかも。そのようですね。しかしこのままでは激流に足をすくわれ通ることもできない。どうにかして足場を浮き上がらせることはできないでしょうか。おや、ルーク、どうやらこれは謎になっているようだよ。もしかすると封印とは謎を表している言葉だったのかもしれないね。あの、その謎を私に挑戦させてはもらえませんか。魔法姉ちゃんが解くパターン初めてじゃない。魔法姉さん心配ありませんよ、先生がついてるんですから。でもできれば私も皆さんのお役に立ちたいのです。もう十分役に立ってるけどね、魔法姉ちゃん。謎の一つや二つで返せるご恩ではありませんが。魔法姉さん、あ、ごめんなさい、急に大きな声を出してしまって。いえ、気持ちはとても伝わりました。ありがとう魔法姉さん。ではこの謎はあなたに任せたい。お願いできますかね。はい、ありがとうございます。迷いちゃんじゃない、間違えた。魔法姉ちゃんが解き終わった後のセリフなんていうのかな。楽しみだな。パズル謎59、激流の封印。この謎のひらめき数は30ピカラットです。
高めに優先に切り替えましょう。3つの大きさの石の重みによって川の中に沈んでしまった渡り床がある。どうやら3つの渡り床それぞれ別に天秤状に対応した台があり、そちらに重りを乗せることで高さを変えることができそうだ。すべての重りを使って3つの渡り床を同じ高さにできるかな。ん？ 3 つ同じ高さにすればいいんだよね。ポチポチ。一番右のさ、でっかい重り1個で、相当な重さを使ってるよね、これね。これさ、大きい重り1個と、中ぐらいの重り2個と、小ぐらいの重り3個が同じじゃん？これを均等にさせることなんてできるんですか？あ、真ん中は最大の高さがこれ違うんだ。え、なんか惜しいぞ。なんか惜しいぞ。なんか惜しいな。これもエイヤで。そのうちなんとかなるんじゃね？なんとかなるんじゃね？そんな気がするんですけど、ダメ？どうするのかな？どうするのかな？どうするのかな？なんか惜しいんだよな。何がいけないのかな。実は一番重い重りは左端とか。必ずしも、同じ重りで、ってかこれ何？なんでこれさ、一番右のさ、小さい重り3つが一番下に行っちゃってるの？一番右の床が一番重さを反映させやすいのかな。なんか惜しいんだよね。なんか惜しくない？なんか惜しいな。この微妙な高さのバランスは何？中途半端に分かりづらいんだけど、そのうちいけるとは思いますけども、あ、これ来たんじゃない？あ、できた。私にだってできるはずです。謎解きっていいものですね。いい声でした。魔法音ちゃんの声もいい声でした。謎解きって楽しいものですね。正解、これで一つ目の封印を突破した。これからが勝負だそうですよ。次は誰がやるのかな。すごい足場が出来上がっていきます。私やったんですね。実に素晴らしい挑戦でしたよ、魔法音さん。個人的にはもう適当にやってクリアしてしまったので、ちょっと腑に落ちない感じはあるけどね。さすがだね、魔法音ちゃん。ここにあったのは随分と発達した文明だったらしいね。かつてこの遺跡を作った人々はどうなってしまったのだろうか。この謎も解く手がかりが先にあるといいですね、先生。その謎か。この謎じゃないですね。